ある職業についていて、その仕事ならではの独特の話し方の癖がついてしまう人っているんですよね。例えばバスガイドさんであるとか、幼稚園の先生であるとか、独特のお話の仕方がありますよね。でもそういった方々も、例えば管理職になっていったりした時に、バスガイドさんのような話し方で普段部下に接していいのか、子どもたちに接するような話し方で、例えば父母の方々とか部下の皆さんにそのように接していいのかといえば、そうではないですよね。そんな時にそれをチェンジすることっていうのが意外に難しいです。ずっとやってきたその自分の話し方の癖を一回私が指摘をして、いやそんなはずないっていうのを、いやそうなってるとこう、しつこく指摘をしてですね、その癖をすっかり取ってもらいます。そんな仕事も多分このレッスンの特徴なんじゃないかなと思います。その癖が取れたら、本当にその人らしい、本当の自分らしい話し方ができるようになるんですよね。